しないで、ノックしないで、ノックしないで。キャロル・キングの I Feel the Earth Move という曲と、長渕剛さんの純子という曲をお送りしました。知っておられる方、拍手。私のライブで笑い声が起きるというのはとても珍しいことです。嫌な会にお越しくださった皆さんに大きな拍手を。落ち着いていきましょう。
私はこの歌を歌い続けます。Thank you.
います。波風という曲でした。この曲も含めて、今日やったどうもいくつかは YouTube にも上がってますので、もし興味があればチェックしてみてください。早いものですが、それが次で最後の曲となります。その前に少しだけお知らせを。8月はこれで終わりなんですけれども、9月はね、ちょっといっぱいやらせてもらいまして、普段は私月に、まあ、2回ぐらいののんびりとやってるシンガーソングライターですけれども、9月はたまたまいっぱいありまして、京都でいうとシルバーウィークですね、休みがいっぱいの時の9月20、21、22あたりですかね、ソニックというこの辺一帯でやってる音楽イベントがあるんですけど、大きなね、山ほど知らないアーティストさんもたくさん出る大きなイベントです。よかったらフラッと遊びに来てください。もし興味があれば、あちらにフライヤーというものを置いてます。Facebook とか Twitter とかそういったもので大体告知をしていますが、そういうのがわからんという方は直接声をかけていただければ、何かしら対応いたしますので、よろしくお願いします。では最後にやる曲は引力という曲で、いつも最近は最後にやる曲なんですけど、優しい歌を誰か聴いてる人が温かくなるような歌をたまには歌いたいなと思いまして、この曲を作りました。私はこうやってたまたまピアノが弾けて歌を歌ってこういう活動をしています。それを見てですね、そうやって人前で歌を歌えるのってすごいよねって、なんかキラキラしててすごいよねって言ってくれはる人がいるんですけど、なんか歌を聴いてね、なんかすごい勇気をもらった、ありがとうとか、すごく嬉しい言葉なんですけど、私は歌を歌ってるから素晴らしいと言われるものではなくてですね、私からすればそうやって温かい言葉をかけてくださって、こうやって見て聞いてくださる皆様のおかげでこうやって歌を歌っていられるわけで、私にとったら皆さんがそういう支えになってるんだよということをね、思ったことがありまして、それを歌にしました。なかなかですね、こう調子が悪い時誰にでもあると思うんですけど、ついつい失敗したり落ち込んだりした時って、自分のことをもうこんなダメなやつとか思ってしまうと思うんですけど、そう思っちゃったとしても、きっとどこかであなたを心の支えにしている人が絶対いると思いますよっていう気持ちがありまして、すごい綺麗事を言ってるように聞こえるかもしれないですけど、私はこうやって歌を歌ってるものですから、綺麗事も本気で伝えていくのが私の役目だと思ってこの歌を歌います。こんなことを思えるというのは、まあすごく信念というか信じる力っていうのがすごい強いなと、必要だなと思うんですけれども、そういうふうに信じていれば必ずまたつながれるし、また支え合って笑い合って泣き合って抱き合ってできるんじゃないかと
そういう歌です。最後まで聞いてくださってありがとうございました。さやかでした。それはとてもとても暖かく